SBS によると、ムンジェイン大統領は公約として2020年までに最低賃金を1万ウォン、約1000円に引き上げるとしている。低賃金労働者の切実な願いだが、経済界の反発も少なくない。コンビニでアルバイトをする大学生ナボーさんは、1日8時間、週3日働いて月に60万ウォン、約6万円の給与を受け取っている。時給は6470ウォン、約650円の最低賃金だ。給料の半分は家賃に消えるため、生活はギリギリである。ナボーさん。家賃のためにアルバイトをしている。働く時間を増やさない限り生活できない。最低賃金引き上げはアルバイトや低所得労働者にとって切実な願いだ。チェギウォン、アルバイト労働組合スポークスマン。人間としての品位を守りながら暮らすためには、少なくとも最低賃金が1万ウォン程度にならなければならないと見ています。現在6470ウォンの最低賃金を2020年までに1万ウォンに上げるとすれば、今年から毎年 15% 以上ずつ上げてこそ達成可能な目標だ。しかし経済界は人件費の負担が大きくなると反対している。最低賃金も受けられない労働者の 85% 以上が30人未満の零細企業で働き、賃金を上げればむしろ雇用が減るという悪影響が出るという主張がある。キムドヌク、韓国経営者総協会本部長。一番多いところでコンビニ、インターネットカフェ、このようなところです。すでに6470ウォンという最低賃金水準でもとても手に余っています。最低賃金引き上げとともに、少々工人のための支援策作りが並行してこそ妥協点を見つけることができると考えられている。労働研究員は、零細企業のカード手数料割引や賃借料引き上げ制限などの支援策を提示している。韓国の反応。カード手数料は必ず下げなければならない。大企業だけでなく零細企業、中小企業もぜひ強制しましょう。手数料が問題ではないことはすでに分かっているのでは。最低賃金1万ウォンであれば、30代から60代のおじいさんもみんなコンビニバイトをやるようだ。時給1万ウォンであれば、あなたが買って食べるチキンは2万5000ウォン、ラーメンは2000ウォン、ジャージャー麺1万ウォン、お前らが住んでいたワンルーム50万ウォンが100万ウォンになる。考えをほどほどにして生きよう。北朝鮮のように1ウォン、10ウォンをなくして100ウォンにして貨幣改革をしなさい。100倍金持ちになるから。財閥ポケットに入るだけ、まともに取り締まっても十分である。最低賃金で仕事をするのは難しいよ。一般零細自営業者は何か別のサポートが必要のようだ。ただ時間が経てば2020年には1万ウォンになるのではないか。物価も上がって人件費も上がるのに、今すぐ1万ウォンにしても効果はない。大企業は別に問題ではない。中小企業や零細企業が問題である。財界曰く、未婚男性労働者の給料109万900ウォン、約11万円、であれば文化的な生活で豊かに暮らすことができる。時給が上がっても同じこと。家賃のために残らないので時給を上げてもらう。その後家賃が上がるだけだが、1万ウォンであれば日本水準なのに、面白いことに日本は交通費抜きの数字であり、物価は日本の方が安い。だから減る挑戦であるのです。到底生きることができない。日本に行って驚き、物価が本当に韓国よりも安い。交通は民営化のためであり、いずれにせよ全体的に安い物価に驚いた。本当にタクシーのようなものを除いて韓国がより高いんですよ。最低賃金ははるかに低いのに。大阪旅行に行って衝撃であった。電車タクシー以外は、日本がより安い。編集所感。日本でも共産党が最低賃金時給1000円にしろと騒いでいるが、労働者の味方をするという一方で、共産党を支持する零細企業主の首を絞めるという矛盾に陥っている。韓国でも同様で、与党となった共に民主党が最低賃金時給1万ウォン、約1000円を実現しようとしている。共通しているのは経済界からの強い反発だ。まあ経済界というのは大企業の人たちということだが、韓国は税収が好調なこともあって、その有り余る税金で零細企業に支援を行おうということなのだが、果たしてうまく回るのだろうか。これは面白そうだ。韓国ネットユーザーの反応は、時給1万ウォンは達成されるだろうということだが、その効果以上に物価が上がり、結局生活は楽にならないだろうという観測だ。
要するにインフレ率が上がるという話である。ただでさえ物価が高いというのに、賃金上昇に伴って何もかも価格が上昇し、結局バランスは良くならない、悪化するという悲観的な見方である。それだけ企業がえげつないことをしてくるという話である。ウォンの価値が上がれば話は変わってくるものと思われるが、韓国は低金利政策を維持し続けていて、市場に大量のお金だけが流れることになればウォン安を引き起こして海外製品の価格上昇を招くだろう。大統領選挙では金融政策については争点とならなかったが、ひたすら上昇するマンション価格、米国の継続的な金利引き上げに対して韓国の金利をどうしていくべきかがあまり明確でない。舵取りを誤れば他の経済政策を台無しにしかねない。最低賃金上昇は非常に聞こえの良い政策である。ただ毎年最低賃金 15% 上昇というのは3年で 1.5 倍に上がるというわけで、急激な上昇は経済を歪めることになるだろう。支援策が追いつくとは思えない。ただ実際どうなるかはやってみなければわからないのが最近の複雑化した経済状況であって、推進側はひたすら楽観的に、反対派は悲観的な見方を出すばかりである。早速今年 15% 上げてみればよいだろう。賃金上昇がどのようにして経済への影響があるのかわかるだろう。最初の1年はそれほど影響は大きくないかもしれないが、2年3年と続くと歪みが出そうだ。ところで1万ウォンが達成されれば以降は上昇しないということだろうか。どうせならもう少し緩やかに進めても良いと思うのだが、それじゃあ人気取りにはならないのでね。ご視聴ありがとうございました。よろしければ動画の評価をお願いいたします。高評価